おはようございます。今日はもう一人で喋り続けようかと思ってたところです。誰も来おへんなと、誰も来えへんなというね。曜日間違ったかなっていうシーンもで、何回もカレンダー見て、水曜日やし、8時半やしな、もうカレンダーとこのクラブハウスを行き来しながらもうピンポンのようなたださん、毎日本当にクラブハウスって聞いてはります？毎日聞いてますよ、僕も6時から聞いてるんで、6時半からか聞いてるんで、だからもう毎日、ほぼ毎日です、ほぼ毎日、すごい日課ですね。日課になってるから、もうだいたい6時には起きるんですよ。すごい。で、6時半までうだうだしながら、6時半の田中さんのルームを待ちながらみたいな感じでね。すごい。で、このクラブハウス、あ、デザイナーズトークがある時とかは、はい、その日起きてから田中さんのルームを聞きながら、今日の、はい、挨拶とかテーマとかをガーッとメモにもメモりながらとか、あと今日もあるんですけど、たまにほら僕資料作る時やるじゃないですか。あ、はい、あります。インスタでね、10枚の、うんうん、あれとかも朝から作り始めるんですね、大体。すごい。で、大体その時間で間に合うだろうぐらいな見立てができてるから、朝から作り始めるんですよ。だからそんなぐらいの時間があるっていうことは、朝から素晴らしいですね。一仕事したみたいな感じになってるんで、すごい習慣が、素晴らしい習慣が。そうですね、だからその分やっぱり、寝る時間がちょっと早なります、やっぱり。あ、いや、それ良かったですよ。10時ぐらいとかなってくると、ね、もうなんかもう目も疲れてくるし、なんかすっごい眠たくなるんですよ、何もしひんでこうずっといてたらね。あ、すごい。だから10時半とかに寝る時あります、たまに。あ、素晴らしいです。だからこうサイクルがちょっとこうずれてるっていうか、ね、いや、それもそれ最高ですよ。最高ですかね。いや、もう私も子供がいてなかったら多分ね、夜中まで多分すごい起きてるんですけど、子供のおかげで規則正しいというか。あ、そういう風になってる。ほんでチェリックさんも朝早いと。そうですね、なんかやっぱり早く、やっぱり10時半とか寝たらもう気持ちよく朝が目覚めるっていうか。やっぱり十分寝てるからね。ねえ、十分寝てるからね。十分寝てるから。で、朝起きるのは何時ぐらいに起きるんですか？10時半とかだったらもう6時には、5時とかで、なんかいろいろご飯作って、朝ご飯作ったりとか。そうなんですよ、洗濯したりとか、ね、洗濯、それ、そっちの方がすごいわ、それもう。お母さん大変です、本当に。いや、もう反対にね、10時半までに寝ようと思ったら、全部ね、一旦なんかいろんなことを全部、夜やること全部置いとくんですよ。だから焦って反対に起きるんですよ。あ、まだできてないと思って。あ、はいはい、朝遅い、朝の時間そういう活用するっていうね。そうなんですよ。ああ、いいですね。夜それ多分やってた、夜中12時まで絶対起きてしまうんで、うんうんうん、もう気になるけど早く寝るみたいな。あ、いや、でもやっぱりそっちの方がいいっすよね。なんか朝ね、すごい6時とか5時から起きてると、うん、なんかすっごい1日の時間をたくさん使える気するよね、やっぱり。いや、違う、なんででしょうね、あれってね。やっぱりそれだけ活動してからの時間が、要はそういう時間で動いてるからじゃないですか。もう夕方かなと思った時にお昼の12時ぐらいだったりする時あるんですよ、たまに。めっちゃ仕事も2つ3つこなして、もう夕方ぐらいちゃうんと思ったら、まだ12時みたいな。田さん早いから、もうそんな12時とか思ったことないですわ。いや、そんな時たまにあるんですよね。素晴らしいですね。ね、でも体にとってはすごい喜んでますよね、これは。そうですね、まあ基本体は ね、まあ健康な方なんで、あんまりそのね、うん、体調悪いとか、ね、寝起きが悪いとかっていう日が全然ないから、今まで。でもね、朝ってなんか早く夜寝たらもっと良くなるんじゃないですか、今までよりも。どういうこと？寝る時間を10時今までね、うんうんうん、よりも10時に、なんか10時から2時までが一番寝るのがいいってとか言うよね、聞いたことある、俺も。でもそれなんです。今まではあのね、その心斎橋に事務所を置いてた時は、はい、やっぱりその10時頃に向こう出て11時頃帰ってき
でご飯食べて何やかんやするか、やっぱりね、12時ぐらいは超えるんですよね。そんで6時に起きるみたいな感じの、まあ6時間ぐらい寝たら全然十分なんですけど、僕の場合は。でそういうあれをね、ずっとしてたけど、やっぱ家でやると、うん、なんかやっぱりその時間のなんかタイム感がずれて10時ぐらいになるとめっちゃ夜やなみたいなね感じがするっていうね。あ、来た。ごめんなさい、遅くなりました。ごめんなさい。ゆりなさん来た。わーいわーい。ゆりなさん、ね、寝坊ですか？寝坊ですか？ベタな言い訳していいですか？ベタな言い訳どうぞしましょう。目覚ましならんかった。めちゃベタですね。やっぱあれですか、こう目覚ましがないと早くは起きれない感じなんですか？やっぱこの8時。いつも起きるんですけど、うん、でその体内時計信用してたんですけど、うん、今日ちょっと本当にびっくりしました。ごめんなさい。いや、もう疲れてたんですよ。疲れてたんですよ。ゆりなさん、あの大丈夫です。大丈夫ですよね。チェリーズさんもめっちゃ遅刻してきたから。あの32、3分ぐらいでね、あれ今日、あれ今日曜日ちゃうかったみたいな、もう一人で喋って今日はやろうかなと思ってたところにですよ。チェリーさん来た。もう一人で喋るね、もうあの覚悟はしてましたね今日ね。多田さん喋れますから、すごいですわ。いやでもほら、一人で喋ったことはないじゃない、このルームで。やっぱり誰かがいてと喋るから、一人で喋ったことはないんですよね、この。あ、本当ですか？一人で喋ったことないですよ、その番組でとか。まあまず一人で喋ってやろうなんて思わないんでね、やっぱり。いや、多田さんでもどんどん出てきそうな気がします。 やろうと思ったらできるかもしれへんけど、ね、まずそうやね、一人で喋って何がおもろいねんっていうか感じがあるじゃないですか。一人で喋って何おもろいねんと思うから、いや一人やったらどうしようかなと思いながら、普通はこう待ってるんですよね、誰かが来るまで。まあミュートしてたりとか待って、普通はまあ言うてもパッとすぐ来るじゃないですか、誰かが。今日は2人も来えへんなと思いながら、で31分になれ、え、来えへん、ほんま来えへんぞ今日と。32分になる、あ、これはさすがに2人とも来えへん可能性あるなと思ってマイクオンにして喋り出したんで、おはようございます、今日はですね、誰も来ないんですけどって喋り出そうと思ったら、チェリーさんがピッて来たんで、あ、1人は確保できたの、大丈夫かな。1人は確保できたから番組は成立するみたいなね。よかったです。よかったですね。まあ、こういう時もあります。それはもうね、何でもネタにはできるんでね。素晴らしいですね。はいはい。ね、先週はあれですよね、チェリキさんお休みでね。そうなんですよ。運動会ということで。すっかり運動会。すっかり運動会というか、ね、あれね、急遽2分前に運動会がね決まったんですもんね、あれね。そうなんですよ。どっちもあれと思ってね、曜日感覚おかしくなってたっていう、もう平日に運動会もあるっていうのもおかしいなと思いながら。先週はあのアーカイブか何か聞かれましたか？まだ聞いてないですか？まだ聞いてない。今日ずっと外だったんでね、今日ゆっくり家の中、家なんで聞こうと思ってます。先週はね、あの八橋ちまりちゃんがね、ねえ、あのゲストで来てて、ものすごいことになったんですよ、もう。ものすごいことになったんですよ。特にオープニングがものすごいことになったんでね、まあそれはもうぜひね、あのアーカイブ聞いてもらったらね。で、あの、手まりちゃんもよく聞いてくれてるらしいんですよ、その、このデザイナーズトークを。うん、結構あの、アーカイブで聞いてるんですよね。あの、クラブハウスじゃなくて、僕が上げたアーカイブの方でなんかこう聞きながら、あの、運転とかしてるんですって。お、素敵。んで、あの、オープニング聞きながらいつもあの、運転がもう事故りそうになるぐらい笑うらしいですよ、いつも。オープニングでですか？オープニング、あの、チェリユキさんのあの、ドジでね。もうそれでね、もう運転も笑いすぎて事故りそうになります言ってたから、もう運転はですね、デザイナーズトークのオープニングはもう運転中は聞かない方がいいですねっていう。すごい、もういや、よかったです。私の漢字の読めないのも英語読めないのもよかったです。そうでしょう、やっぱりね。よかったです。いや、もってまりちゃんもあのチェリキさんと喋りたかったって言ってたんで。いや、本当ですか。あの、また多分ね、ゲストに来てくれると思います。また、ね、いや、本当に、うん、お話ししたいですね。その時はまたあの事前に言わずに ね、タイトルで知ってもらうというね。いや、もう本当にぜひお願いします。ね、今日は大丈夫です。今日はゲストいないんでご安心くださいという。
ください。今日はゲストって書いてないでしょ、今日ね。書いてなかった。ゲスト行けるときはここにゲストって書いてありますからね。うん、ねちゃんと書いてあるんですか、ね、うん、ここで知るっていう感じでね。あ、今日のゲストと思って、ね。そうですよね。はい。はい、今日はですね、はい、いろいろね、はい、またお話しすることが盛りだくさんなんでですね、さっきにもオープニングをね、はい、はい、皆さん、運転中の皆さんはね、とりあえずオフにしてもらって、ナレーション、ナレーション機ね、うまくいく時もありますから、はい、そうですよ、うまくいきますからね、ちゃんと前回のアーカイブでもね、チェリーキさんのオープニングが素晴らしいんですって言って、もう話題持ちきりでしたから、あとでオープニング聞いてください。楽しみね楽しみに聞かせていただきます。はい、ではですね、デザイナーズトーク、はい、なんと24回目、24ですね、なんと24、はい、素晴らしい、始まります。はい、おはようございます。たたけんちです。チェリユキです。ゆりです。この番組は毎週水曜日8時半から9時55分頃まで、トータルブランディングデザイナーのたたけんちと、先週は急遽運動会でお休み、そしてまだメルカリの表が第5から変わらないおじねこさんの生みの親の親、チェリユキ。先日クラハで田中さんと初めて喋り、ガチガチになってあまり思うように喋れなかったゆりの3人のデザイナーが、時にはデザインの仕事や考え方、時にはゆるく気になることなどを語り合うトーク番組です。後半オーディエンスの方からの質疑応答タイムも受け付けますので、質問があればお気軽に挙手してください。This is a talk show where four designers, a total branding designer, Kenji Tada, the creator of Ojimeko-san, Daigo, no, it's not Daigo, it's Teriyuki, and the graphic and web designer Yuri, discuss various things about design and their work.いやー、英語にもアドリブ入れれるようになってきましたね、ゆりなさんね。もう今、第5のところで分かりましたからね。ね、これ聞いてた人は、第5出んのか、あとゲストね。ね。どこから第5が出てきたんだろうね。みんな絶対不思議ですよ。いやー、チェリーさんもうまいこといけましたね、今日ね。初めてに。今日結構カスタマイズしてた方なんですよ。いや、むちゃむちゃカスタマイズされてましたよ、ね、もう。ねもう 100% に近かったんですけど1点だけ、はい、1点だけね、読み間違いが1点あったんで、どっか分かりましたか。本当ですか。急遽運動会でお休み、うん、メルカリの表が第5から変わらない、あ、そこがですね、はい、メルカリの表って読んでほしかったメルカリの表をつけてる、あれが大表って言われて、メルカリの表がって言われても分かる。自分で読んでも分からなかったって。そうでしょ、今分かりました。そう、メルカリの表が第5から変わってないって、この3人しか分からないこのねエピソードぶち込むというね。ああ、もうありがとうございます。ありがとうございました。いや、でもね、いや、聞いてください。聞きますよ、もうそれはもう何度でも聞きますよ。やっと昨日ね、うん、1個出したんですやっとようやく出しました。おーごー、ちなみに、ちなみに何を出品したんですか。本をね、あ、本を、うんうんうん、いや、よかったです。このね、あ、もう今日絶対クラブハウス出るから絶対出さな、絶対出さなと思いながらね、それがあるから、うん、やったらね、むっちゃ簡単だったんです。そうでしょう。だからまずね、やらないとわからないんですよね、このね、そんな難しくなかったでしょ。本当に、いや、むっちゃね、もう、いや、これ絶対めんどくさいやつやと思って、うん、思いながらやったんですよ、うんうんうん、でもまあ、写真はね、いつもよく撮るから撮りは慣れてるんですけど、うん、こう、それ以降の文字とかなんか嫌やなと思ってたんですけど、多田さんのちゃんと定型文もいただいてたので、うん、それに合わせてちゃんと自分が出す本の検索して、みんながどのぐらいで出してるかっていうのを、あ、はい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 、
見てね、うん、見て、うん、なんかね本のタイトルを入れたら勝手にパンって出てくるんですね、あれなんか。あ、そうです、そうです。あ、一応ね、はい、うん、リストってあの候補がバーッと出てくるから、うん、探しやすくはなってますよね。もうそれで感動して、うん、で定型文つけて、じゃあの傷あるところも写真ちょっと拡大して、ちょっと傷がカバーに傷がありますっていうことをちゃんと伝えて、うん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 、そうですね、そうですね、そういうことですね。ね、うん、でスパッと出して絵文字は使えませんって言われて。あ、絵文字は使えないんでしたかね。あ、そうかそうかそうか。ね、うん、使えそうな感じやね。使われへんや絵文字は。そうなんですよ。絵文字を入れるとなんかダメですって言われたんで。あ、そうかそうか。で顔文字とか普通のあれはいけたんですけど、うん、記号で作るやつはね。そうです。で、あ、いけたと思って、もうこれでいいんかなと思いながら、うんうんうん、でもあの次はこのやり取りっていうところでそうっすよね、ドキドキしながら、やっぱりそれが発生してくるんでそうなってきて、まあ、そのやり取りを、はい、まあ、いろいろ覚えていくと、まあ、要は経験値が上がっていくっていう感じで、だからね、うん、あのゆりなさんが一回こう会った時に、うん、なんか、うん、すいません、多田さんちょっと一点トラブルがあるんでみたいな ね、 あね、うんうん、ご相談来て、だからああいうのを経て、まあ、まああれもね無事ねうまいことなってですかね、うん、よかったですね、ゆりなさん ね、 ね、そうですね、トラブル解決しましたね。おー、え、もうそこからも今もどんどん販売に、そうですよ、もう多いっすよ、何個載ってますか、もう10個ぐらい載ってますよね。はい、お発送してきました。あ、素敵、うん、ね、なんかもう結構散歩になってきましたね、そのルーティーンに。ね、もうあれですよ、ゆりなさんのもう売り上げが1万円ぐらいに達して、いやすごい、もうそれで買える、なんか買えるね、ね、実質のまあ利益は8000円弱ぐらいですけど、ね、売り上げからその発送代とか引かなあかんので、まあそういうのもほら、あの表ってめっちゃええでしょ、あの売り上げが分かって利益が分かるから、あ、これぐらいのね利益になるんやなとか、あ、経費ってなんかこれぐらいかかるんだとか、なんかあるでしょ、わかるでしょ、あれ、はい、なんかこれぐらいの大きさやったら送料これぐらいなんやなとか、あ、そうそう、あれもやっていくうちになんかもう分かってくるから、だから発送代はもうやってたらね、はい、覚えてきます、うん、だん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 、へー、うん、あ、確かに、ややこしくはないんで、ほんまにあの大きく分けて2パターン、あ、そうなんですね、まあ細かく分けても3パターンぐらいしかないんで、あれってね、出品してる金額はもう全部送料込みですもんね。ね、一応ね送料別かどうか分かれるんですけど、大体もうメルカリの場合は送料込みがもう大体スタンダードになってるから、送料別なんかにしたら売れへんくなるじゃないですか。あ、反対にね、うん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 、で送料別にするっていうことは、うん、着払いのあのヤマトの例えばそのなんちゅうんですかね、その伝票とか使わなあかんから、うん、あ、メルカリ便を使えなくなるんですよね。なるほど。だからメルカリ便を使えて初めてそのゆりなさんとか、うん、ね、さっきのそのトラブルの話じゃないけど、それを使ってればメルカリが間に入ってくれるわけなんで。なるほど、なるほど。え、メルカリ便、じゃあ私これもし売れたとなったらコンビニに行けばいいんですか、うん、あ、違う、あ、あの発送っていうこと、はい、うん、発送は郵便局か、もしくはヤマトとかコンビニか、まあ要は一番近くに、自分の家の近くにね、うん、あるやつに合わせといたらいいと思うんですよ。コンビニがね近かったらコンビニの楽楽メルカリ便にしといたらいいし、コンビニが一番いいと思いますよね、やっぱり。あ、そうなんですね。なんか郵便局が安いってイメージありました、勝手に。あ、でもね一緒です、基本はもうそのどれが高いとかっていうのはもう基本もつらい値みたいな感じなんで。あ、そうなんですね。5円とか それぐらい変わるだけで、基本もあの価格帯は合わせてあるんで、へー、自分が一番発送しやすい、うん、コンビニやったらコンビニに合わせて楽楽メルカリ便に全部するみたいな。なるほど、うん、これバーコードとかあるんでまだわからないんですけど、それ売れたら、うんうん、お互いの住所を知らずに、そうそうそう、匿名配送できるっていう風にもうシステムがそういう風になってるから、なってるんですよね。だからそう着払いとか
そういうのやると伝票書かなあかんじゃないですか。そうそうなんですね。だからやっぱりもう送料込みにしてメルカリ便を使うのがまあ一番いいし、間にメルカリが入ってくれてこうやり取りできるんで、それがいいですよね。うん。おわ、ちょっともうそこがドキドキしながら、私も発送してますって言いたいなと思って。早くね、大吾がちょっと上書きしてもらえるようにね。そこ楽しみに、いつこれ大吾が変わるんだろうという。いや、もう絶対来週行くんじゃないですかこれ。あ、来週の中な。だからこれ出店した時点で書き換えることはできるんですよ。今これ出店してますっていうね。あ、そうなんですね。で、あの売上が立ったら売上のとこ入れたりするわけでこうね。じゃあもう私1個出したから書き換えれます。もう書き換えれます。もう大吾はもうあの書き換えれますよ。もう来週のオープニングは大吾から書き換わったチェリーキーってなると思う。そうです。え、これね、もしあ、そうか、土日祝は対応できませんっていうのは書いて、そうですね、一応ね 2,3 日中にしたんです、書き換えたんですよ。うん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 。本当はでも1日から2日以内の方に発送しますの方が売れますよって書いてあったんですけど、うん、その方がいいんですかね。それはまあ1日2日って2日あるからね、やっぱり1日2日はすぐじゃなくて1日から2日やから、2日はあるんで、売れたらまあ次の日出しゃええから、発送なんて別にそんな持っていくだけやからね、そのそんなめっちゃ時間かかれへん。でもそれが2日3日ってなってるよりは、買う方って1日2日で絶対選ぶから、やっぱりそっちにしてる方が売れやすくはなるわね。うーん、なるほど。うん。おー、いや、ちょっとちゃんと楽しい。でね、うん、透明の袋に入れるじゃん、綺麗にして、うん、メルカリ講座になってきた、うん、もう聞きたくて、うん、1個出したらちょっと嬉しくなったよね、うんうんうん、で、透明の袋に入れたら、次はなんかプチプチの、次はプチプチか緩衝材みたいなのを入れ、あの包むっていうのがセオリーですね、一応ね、100均とかで売ってるなんかプチプチ封筒みたいな。そうそう、あ、それでもいいよ、それでもいい、うん、ね、入れプチプチ封筒でもちょっと高ないかなというね。そう、そう、2つ入って100円。あ、ちょっと2つ入って100円、ちょっと高いよね、やっぱりね。高い、え、高い、え、そうだからやっぱりもうプチプチなんて、なんかほら、なんかアマゾンでなんか買ったら入ってるじゃないですか、その、あります、あります。そのプチプチを取っとくんです。僕プチプチ買ったことないからね。だからその発想についてるプチプチをあの置いとくんですよ、ずっと。あ、全部取っておくんですね。なんかこう買っておきます。うん、取っておきます、取っておきます。だからプチプチはもう本当に買ったことないですもん。あ、なるほど、うん、じゃあ透明封筒、じゃあ透明の袋入れてプチプチで包んで茶封筒とかで入れるんですか。そうそう、角煮の封筒、角煮の封筒なんかあんなめっちゃ安いから、もうね、あの100シートとかなんかそんなんで買っといたら。なるほど、うん、であれをだいたい本とかやったら、まあ、1回入れてギュッと半分に折り曲げたらちょうどいいぐらいの大きさになるんですよね。うーん。であとはこう透明のテープでピーピーピーと、ね、全部その端とかも全部止めて持っていくっていう、そういうスタイル。なんかあれ入れるんですか、毎度ありがとうございますみたいな。あ、それはもう入れないですね。お手紙。あ、本当ですか。まあ、入れたかったら入れてもいいしね、あの結構僕が今までやってて、はい、あれってその、まあ、向こう届いたら評価するじゃないですか。あ、そうですね、うん、まあ、大体良いってなってるんですけど、よっぽどのことを不備がない限り良いになるわけですけど、はい、そこで評価されるのはコメントなしかコメントくれたり、まあ、両方あるんですよ。コメントなしでもう良いだけ評価プンと送る人もおれば、まあ、コメントいただける場合もあるんですね。嬉しいですね。でそこで多いのが、はい、あの梱包が丁寧にされていましたとか、あ、それすごい嬉しいですね、っていう風なんが結構コメントに載るから、誰かがこう僕のねページを見てこの人信用できるんかどうかって見た時に、その評価にそういうのが並んでたら、あ、この人はちゃんと信用できる人、ちゃんと送ってくれる人だってこう信頼度上がるじゃないですか。だから別にそんなあのお手紙とかは入れなくても、梱包のさっき言ったのをきっちりなんかしてるだけで丁寧な梱包がとか、なるほど。そう、よく本送られるのに、その本だけ PP のその透明だけ入って次茶封筒みたいなのがあるんですよ。あ、プ
チプチ入れずに。プチプチ入れずにね。そういう場合は発送してる間になんかガンと角当たったりとか、やっぱりするとほら、ね、なるでしょ。やっぱりそういう時に1枚ちょっと一手間ね、プチプチ挟んであるだけで、やっぱり受ける印象ってちゃうじゃないですか、やっぱり。あ、全然違います、やっぱり、うん、そういうのをもう徹底するっていうか、まあ、プチプチ巻くのそんな手間ではないんでね、そんなね。うん、あ、じゃあちょっとプチプチあると思いました、なんか。そう、プチプチも、うん、あのなんかあったら取っとくっていう風に。ねえ、よくそうだ、荷物の時にありますもんね。そうですね。で、それを一通りやったら次の、うん、まあ中級編があるんで、中級編も覚えてほしいんですよね、うん、このね。いかに、要はそのあれって。あの漏れていくじゃないですか、やってるやつって。こう出品したら最初はボンと上の方にね、あのリストの上になるけど、どん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 新しい商品がずっとこう出てくるから、下に漏れてって見つけられなくなりますよね。あれだから見つけられなくなったら売れにくくなっていくんで、なるほど。それをあの見つけられやすいテクニックがあるんですよ。へえ、うん、それはだから一通りあのね、メルカリを一回こう発送したりとかっていう、いろいろこう経験して次それを覚えるっていうのがね、いいんで。だからね、あのチェリキさん待ちですね、それはね。もうユリナさんは一通りやってるから、まあそれ受けたいってなったらもう、ああ今すぐもうやっていいですよって感じですけど、チェリキさんちょっとまだちょっと、ね、もうちょっとね、いくつかそのやっと出したところ、ね、やっと出したところなんでね。いや、もういや、でもね、これ一回やって、あーと思って、そうでしょ、ね、そんなにね、難しくないからね、いけるなっていう、そう、そうなんですよ、手応えを感じた。これ売れたらむちゃむちゃ嬉しいと思いますわ、これね、そうそう、本当にそうなんですよ。一番最初売れてって、次から次へと売れていくのが楽しくなるんで、ね、家のもんいろいろなくなりますよ、多分なくなって、なんとね、それからあのね、ね、儲かっていくっていうね、お金が入って、そのまたこのエクセルつけるのは何がいいかっていうと、トータルの金額が可視化できるじゃないですか、その、あ、なるほど、うん、こんだけ入ってきてんねやっていう可視化できるから、それがまたその次のモチベーションになるっていうことなんですよね。なるほど。でもね、これ、うん、なんかこのメルカリをこれやることで、なんか本を買うときに、なんかすっごい自分が丁寧に扱ってる自分がいてるんですけど、うん、あ、そうですね、そうなりますよね、やっぱりね、うんうんうん、そうなんですよ、そう、そうなんですよ、慎重に読んでるっていう、慎重に読んでるし、まず僕がやるやり方を教えましょうか。あ、本買いました。本を最近メルカリで買います、もう新品みたいなやつね、はい、状態のいいやつをもらいますとね、はい。で、その時点で B4 ぐらいの紙ね、はい、で、カバーを作るんですよ。やっぱり、カバーを作る、うん、だってほら、そのままやってたら折れたりとか、なんか汚れたりする可能性があるでしょ。そうなんですよ。だからこう B4 の用紙あれば、カバー作れるんですよ、こう。はいはいはい。本当にあのほら、書店で、書店であれ、あれも書店で、なんていうの、巻いてくれるカバーも、あんなペライチじゃないですか、なんか。そう、上下折ってピッとこう挟み込むだけやからね、うん、端っこ、うん、だからこうコピー用紙でまずそのカバー作って、カバーをつけた状態で読むっていうね。うん、じゃあ状態がいい状態で、汚れないでしょ、手が赤もつかないし、はい、みたいな、うんうん、でチェリーさん言うてるように大事に読むっていうね、あ、折り曲げないように。なるほど、うん、100均でカバー探しました、思わず透明フィルム。いや、100均でカビじゃない、カバーなんかもういらないです、あのもうなんか B4 の用紙とかなんかそんなんでいいです。あ、なるほど、あ、そうします、包装紙みたいなね。そうそう、これまたあの変に色ついてたりとか、印刷してるとまたカラーのあれがついちゃうから、B4 の、まあ、何枚か買っといてね。それはもうそんな安いじゃないですか、 B4 の用紙なんて。 B4 の用紙買っとこうね、A4 の用紙はあるけど、結構 B4 の用紙ってあんまりないんですよね。ないんですよ、うんうん、B4 の用紙で普通の単行本やったらカバー作れます。へえ、 B4 の用紙、うん、ね、買った画用紙、あ、画用紙、画用紙は太すぎる画用紙はね、ハードカバーになっちゃいますから、それね、かなりめっちゃ分厚い、めっちゃ分厚いかさばりますからね、それは、はい、もう B4 の用紙で十分です、ね、ですよね、なるほど、うん、なんかあの旅ガチャしたって言ったじゃないですか、旅ガチャ、はいはいはい、はい、うん、
もう今週行くんですよ。あ、今週ですね。今週、はい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 。これが2泊3日行くことになって。あ、2泊3日、え、それも自分で決めれるっていうことなんですか？ね、自分で決めれるんですよ。あ、そうなんや、そうなんや。そうなんですよ、何泊でもいいんですけど、泊まるところはね別なんで、飛行機の旅型って飛行機の、そっかそっか、その飛行機代だけやもんね、まあ言えばね。そうなんですよ。あ、2泊3日、うん。なんかね、やっぱり1日1便しか出てなくて、宮崎まで、大阪から宮崎までってね。あ、そうなの。そうなんですよ、1日1便で、行きがね、うん、その夜の7時に着く便なんですよ。おお、それなんかもったいない。じゃあ行ったらもう夜で泊まらってて遊べないみたいな。おうおうおう、こんなんもったいないやんと思って、うん、あのやっぱりこれは2泊しなあかんなっていうのでプレゼンをして。あ、そうかそうか、そういうことか、うんうんうん。家族にも了解って、もう2泊してくる言ってね。そうなんですよ、帰りは夜8時過ぎぐらいに着く。そうかそうかね、部員なんですけど、まあまあ、まあ、丸1日は遊べるよっていうね。そうなんですよ、丸1日2日遊べるよっていうので、うん、あの宮崎のルルブとか、あのマップルみたいな買ったんですよ。うんうんうん、いいですね、ね、うん、やっぱりなんか電子の本よりもやっぱりこう紙で見たいなと思って、うん、これをね、綺麗に、でも旅の本やしなと思いながら、綺麗に扱って売りたいなと思って。あ、なるほど、そうそう。もうすでにもう意識がもうメルカリ入ってます。意識が。多分ね、うん、今までやったらビーって折り目つけて、うんうんうん、印とかつけて、付箋いっぱい貼ってとかやってるけど、なんか丁寧に扱ってる自分がいてて、うんうんうん、これどうやってカバーしようとか。うん、雑誌はさすがにでかいから、ちょっとカバーね、あれやけどね。そう、そうなんですよ。A3 ぐらいのね、うんうんうん、紙で。カバーしてね、もう写メ撮っていくか、そのでもカバーいいですね、なんか旅でなんかルルブとか広げたらちょっと恥ずかしいなと思ってて。そうですね、そうですね、まあできるんやったらね。だあんまりでかいのほらカバーできへんしょ、でもあんまり雑誌みたいに A4 ぐらいやったらねえ、どう、そうそうなんですよ。だからなんか教科書のカバーみたいな、なんか100均で売ってるかなと、透明かなんかね、うんうんうん、探してたんですけど、ね、うんうん、なんかなくて。でもメルカリの封筒だけはいろんな種類のを買ってきて。ああ、そうなんや、そうなんや。薄い箱型タイプとか嬉しくなってね、薄い箱型クッション付きの封筒とか、なんか、うんうん、中身の見えないあのナイロンのグレーの袋みたいなとかね、なんか、うんうんうん、こうセリア行ったらいろんな メルカリ用って書いてたら嬉しくなってね。あります、あります、ね、あ、そうなんですね、セリアにあるんですか。あるんですよ、そう、メルカリ用の袋コーナーみたいなのがあって。そう、袋が売ってるんですか、全部。全部袋箱なんですね。そう、薄型の箱とか、うんうん、絶対間違いない、これね、送れるサイズだから。そう、間違いないけど、うん、100均で売ってるっていうか100円やったりするから、うん、100均で2個入ってたり。あ、2個入って、でも結果考えるとなんか高くなるんですよね、そのなんか高くつくっていうか、そこは発送代はもう仕方ないけど、梱包代はできるだけこう安くつけたいじゃないですか、ね、だからこう大量に買ってみたいな。だからそういうのもあのビジネスの考え方と一緒なんですよ、その。うん、なるほど、ね、たくさんその買えば、いや、一部の単価が安くなる、原価が安くなっていくからみたいなことをやっぱり常日頃考えるようになるから、これがいいんだというね。え、じゃあ Amazon から送ってきた箱も置いてたりとかするんですか。あのね、僕は置いてましたね、事務所の時は置いてましたけどね、え、うん、あれね、結構段ボールとか、あの、あ、これちょうどいいわっていうサイズのやつとかね、ね、なかなかその段ボールはちょっと難しいんですよね。段ボール手に入れるって難しいから、うん、やっぱり60サイズとか、うん、まあ、80サイズとかってなんか来たらとりあえず畳んで置いとくみたいなね。ああ、なるほど。うんうんうん、してましたね。あとなんかこなれてくると自分で作れたりするんですよね、なんか。自分で。例えばキーボードってあるじゃないですか。その点キーのキーボードって長いじゃないですか。はい。でこれに入る。なんか段ボールってないんすよね。だからめっちゃ、ね、ほら、なんか80歳とかめっちゃそのなんかこれに入った高さも必要になってくるから、うん、高なるんすよね、普通の段ボール探したら。絶対80サイズか100サイズとかなるとめっちゃ高なるんで、うん、要はあのペラーっとした1枚の段ボールを、はい、あのこうキーボードね、プチプチ巻いた後カクカクカクって折り曲げて、はい、
なるほど。オリジナルの段ボールを作るんですよ。すごい工作ですね。工作であとこうねあの天と地のところちゃんとこう折り曲げてもう一回こう挟んで、あーであとガムテープ貼ってたらもう別にそれは段ボールなんで、すごいです。段ボール1枚あればいろんなことに対応できますね。できるということをね覚えてねうーん発想代も最小に抑えれるっていうね。わあ、もうそうやって賢くなっていくんですね。そうやって賢くなっていくんですよ、どんどんね。いや、じゃあまず初心ということで100均で買ったのはまず使いますわねえ、ね、ほんまほんまそういう風にしてんの、どんどんまあ慣れていくのが早い、実践で慣れていくのが早いかなっていうね。そうですね、感じしますけどね。いやこれはちょっと楽しみになってきました。楽しみですね。そろそろあの、はい、アップルの話アップルの話していいですか。そうか、ごめんなさい、すいません、メルカリ講座になってますね